どこまで攻めようかなみたいな。可愛いなんか弟って感じですけど、やりすぎてちょっとあんま覚えてない。一緒に地球守ってました。スパンみたいな。敵倒しに行くぞみたいな。尖ってんのかなって思ってました最初は。そうやって俺のことじらして喜んでるお前の顔がすげえムカつく。本気を出せよ。ロマンですよね。妄想大好き JK がある日激痩せして美少女に。トラミア壊れてる。恋愛興味なしなのに突然男子にモテまくり。好きだよ。付き合ってください。分かってんだろ先輩。落ち着け。ゲームではよくある展開。妄想するのは得意だったはずなのに分からないんです。僕はそうですね、4人の中ではチャラい系でムードメーカー的な立ち位置の七島望役を演じました。篠宮はですね、割とこう一番年下なんですけど、周りの先輩たちにもなんていうか、ツンツンしちゃうようなトゲのある子なんですが、まあ、かえちゃんにはちょっとデレッとするような可愛らしい姿を見せたりとか、あとはやっぱりこうちょっとドジなところがあるんで、そういったところも可愛らしい青年かなと。どこまで攻めようかなみたいな。とりあえずもう多分撮影中は羞恥心はもうなかったですね。そうなんですね、はい、男同士なんでやったのがまあ新鮮な気持ちでしたけど、でも何ですかね、特にそうとかだったら前から何ですか、共演じゃないですけどすごい仲良くさせてもらってたので、ある意味信頼してもう振り切ってやろうと思ってやってました。でも多分めちゃくちゃ楽しみながらやってましたよ ねみんな。もっとこうしてやろうとか。何ですかね、難しいな。いやちょっとやりすぎてちょっとあんま覚えてない。そう、いや結構やっちゃった。そういろんなことやりすぎた。まあでも七芝一番インパクトあるのはまあ映画ラストシーンですね。うん、はい、まあ言えないですけど楽しみに知っていただけたらと。むつみさんとのカットは、すごい面白いものになったんじゃないかなと思います。壁ドンされて仕返してやるみたいな、なんかこう構図は面白いなと思いましたね。一緒に地球守ってました。僕が先にやってたんですよ戦隊もの、で次のライダーがなんかそのスタジオの1階にいるぞってなって、でそこで挨拶したんですね初めて。なんか尖ってんのかなって思ってました最初は。そんなことなかったけどな。あ、ちょっと怖いかもと思ったんですよ。年下だけど、あでも今となってすごいなんかいいし可愛いなんか弟って感じですけど、僕どこの現場に入っても一番下になることが多いんですけど、そんな中でも多分一番話しやすい、年上の人かなって思いますね。当時一緒に主演で頑張ってた2人がこの映画でまた再会できたっていうのはすごい嬉しいですね。このお話を聞いた時に朝日くんがいるっていうのを聞いた瞬間に急に安心感が出て、やっぱなんかこうこれからみんな初対面の人たちばっかりの世界に行くんだ、ちょっと気を引き締めなきゃ頑張るぞって思った時に、やっぱりこう知ってる人がいるっていう安心感はすごいんで、なんかすごく僕にとっては朝日くんの存在がすごい助けになってましたね。映画の撮影中はずっとめっちゃいい子ですね。訂正してください。めっちゃいい子です。訂正してくださいよ。そうはめっちゃ寝る。めっちゃ寝る。なんか結構大の字になって寝たりするんですよ。そうなんですか。それを結構盗撮してました、僕はめっちゃ撮られました。結構あれでしょ、意識飛んじゃうタイプでしょ。意識飛んじゃうタイプ。全然気づかないですね。全然気づかず撮られてました、瞬発系のリアクションはすごい2人だったらうまくいきましたね、やっぱなんかあっとっとそう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 いうのはうまくいうのはやっぱたまに癖で出ちゃったりしましたね。とか走りとかね、走り方、走り出しのカットを撮るってなった時にスパンみたいな。なんていうか、カメラを横切るカットを撮るときにすごいもう敵倒しに行くぞみたいな走り方をしちゃうときはありましたね。
決めてって言ったらちょっと半身になるとか、ちょっとやっぱでも得な部分でもありますけどね、なんかコツが分かってるんで、うんうんうん、やっぱりこの作品ならではのちょっと一風変わった胸キュンというか BL のところをなんか女性の方々に燃えていただきつつ、まあでもすごい見終わった後にハッピーになるような映画になってると思うんで、それでなんかその日楽しく帰っていただければなと思いますし、男子4人の関係性になんかクスッと笑っていただけるような作品になってると思いますので、ぜひご覧くださいということで、はい、歌とかダンスもこの映画の一つの魅力で、一番最初もそうですし、一番最後もみんなで踊ってたりするんで、あのぎこちない僕たちの踊りを見るのもよし、かえちゃんの素晴らしいダンスを見るのもよし、なんかこう映画を見てすごくハッピーな気持ちになれるような映画だと思ってるんで、うん、ぜひ劇場に足を運んで、見てみてくれたら嬉しいなと思ってます。そうやって俺のことじらして喜んでるお前の顔がすげえムカつく。本気を出せよ。ロマンですよね。妄想大好き JK がある日激アツして美少女に。鏡が壊れてる。恋愛興味なしなのに突然男子にモテまくり。好きだよ、付き合ってください。分かってんだろ先輩。落ち着け、ゲームではよくある展開。妄想するのは得意だったはずなのに分からないんです。ゆっくりでいいんじゃない、俺たちは待ってるから。もういい、行くぜベイベーベイベー。頑張れ、かえキスするぞ。ダメ、笑って歌って踊って、報復絶倒のミラクルラブコメディで誰と行く。私がモテ